コメントなしで。こんにちは、めっちゃ鼻かゆいんで鼻かきます。やっほー、僕らもさっきご飯食べました。おとけよかった。眠たいね、冬やからなんぼ寝ても眠たいよね。二重の調子が右と左で違くてやばくないですか。左はこうこっちから入ってるんですけど、右目は目頭から一直線に入ってるんですよね。むくんでんかな。昨日マッサージしたんですけど、寒いと足とかめっちゃむくむんで、メディキュット履いて寝てるんですけど、それでもむくみすぎてるって言われましたね、トレーナーさんに。むくみやすいんかな。嘘、ローモバ白もやされたって。今日ね、今日中間発表で、明日私ゲーム配信8時からするので、ローモバのぜひ皆さんも一緒にしましょう。明日の8時、今日配信ね、公演終わってできないんでね、ちょっと時間なくて明日やります。そしてね、そうダンの MV、 ダンって読むんですよね、あれ MV 出ましたね、ミュージックビデオ。身長低い、あのちっこいの私なんでねあ、ちっこいのおると思ったら大体私なんで。すごいな。私でもちょっとだけ課金しちゃったんですよね。あ、無理、課金しようってしちゃった全然課金しても OK なんです。白レベル今16で、あとちょっとで17に行きそうだけど、監視塔かなんかのレベル上げなあかんくて。やばくないですか、二重幅。ちょっと左目だけあれ嫌なんですよね、分厚すぎて。少し大変じゃないですか。そんなことないわよ、そんなことなし。アンバラエティどうなんでしょうか。こんな短時間で25行くの無理です。ああ、そうなんや。乳首痛い、やばい。整体行こうと思って結局行ってないんですよね、めんどくさくて。行けよって話なんですけど、ちょっとここドア閉めよう。40分からしてるから、40+15は55分ぐらいまで。じゃあショールームしますね。昨日ね、 N 公園さんで24から。そうなんや。バフって何ですか、バフって。ここむずいな。VIP のポイントのあれかな。確かに首痛いですね、マジでとんでもない風痛い。写メ会おすすめ。そう、昨日のね発表ありましたね、個別写メ会と個別握手会。7期生からもう初めてで、握手会とかも触ること自体が初めてやし、写メ会もないし、でリクアワもないんで、今回初めてのことだらけでね、マジで楽しみ。ほんまに来てほしいです、お願いお願い、マジで来てほしい、楽しみですね。ああ、なるほどなるほど。効果アップ、あ、キャラクターの、あ、はいはい、写メ会ワクワクね、ワクワクですね早くあれやね、会いたいね早く会いたいね、楽しみ。はい、でも忘れんといてくださいね、オンラインお話し会もあるから、どっちも来てくださいね
ャメ会のポーズは可愛かったら何でもいいですよ。他のも調べときますね。シャメ会ポーズで検索して何個かピックアップしときますね。おすすめ教えてって言われた時用にね。ちょっと若菜のほんまにやり方知らないんでね。エクアはもう初めてです。はあ、机になんかゴミひっついてる。おもろかわいいやつ、オッケー。今日の髪型はオンラインよりリアルに行きたい。それはね、もうそう、そりゃそうですよね。リアルに越したことはないけどね。オンラインはどこでも、あ、ね、サッカーボールがあのところにできるんでね、どこでもお話できるんで、それがいい点かと思ってますけども、今日の髪型は多分ストレート、カソとハネ、ストレートかな、ストレートにしようかな、耳かけて、ストレート編み込み、いや、ストレートにしようかな、イエイエイ、うん、松葉落ちてきちゃってね、ほら、ちぎれてるんですよね、まつげが多分、やばいよね。リアルだとこちらの名前わかりません。いや、もう名前と顔が一致してる方はすごい一致してるのでわかりますよ。ジメイク今日、あ、今日はジメイク、そうそうそう、ナバラエティやから。リアルは握手会と写メ会があるんですよ。ちぎれるとこあるの？いや、そう、あるよね。この毛、ここがちぎれてます。短くなってます。マスカラ塗るんでなんとでもなるんですけどね。ずっとお姉ちゃんの香水やと思って使ってたやつがお母さんの香水でしたね。びっくりでした。いい匂いなんですよ。でも嘘、全然呼びたくない。あ、めちゃ目横に伸び、えぐ、やばくない。めっちゃおもろい。今日何年やっけ。今日ね、入り時間の前にパン屋さん行ってきました。明日の朝ごはんのパンが、マジで今日パン食べたくて、もうほんまに、バレンタインやしと思って、欲に負けて買ってしまいました。パン。4個ぐらい。カヌレ2個と、シナモンのやつと、あとチョコのやつと、チョコのやつ。4個買ってます。こんにちは。首いて、うん、今日はクロワッサン買ってない。今日は買ってないんですよ。そう、でもめっちゃクロワッサンも悩んだけどやめたね。今日はやばくない？ボブやったここの横の毛の羽やばいんですよ。耳かけるけど、あら、同い年なんですか？18ですか？19ですか？私は03生まれなので19ですけど、同世代でも同い年ってことは19ってことかね。バブあるあるだよね。わかる。どんだけあくびしてもマスクしてるんで大丈夫です。同い年かわいい。え、知らない？うん、みさみさみたい。でもいい、うん、
ミサミサわかる？ん？ミサミサデスノートの。あ、知ってる。かわいい。いやあ、うん、やだシオンです。かわいい今日の髪型シオン。似合ってましたね。どうやってコメント見なきゃ。ここか。シオン、シオンです。あ、まだなんか18時半までに白レベル15足してればポイントになるんで大丈夫ですよ。18時にもう締め切りみたいな、一旦中間発表じゃなかったっけ。そうですよね。あれ、私ちゃんと見てるけどな、勘違いしてるかも。あと朝から説明読んでんけどな、間違ってたらごめん。で、眉毛と目の距離感、近くもできるし話すこともできるんですよ。すごくないですか？あ、18時締め切りだよね。よかったよかった、ありがとうございます。なのでそれまでにレベル15いってれば大丈夫なんで。若菜も今レベル16いきました。なかなかレベル上げ難しいんですよね。あのね、あとギルドパワーを高くする方法はこのグーのパワーを上げるんですけど、そのグーのパワーを上げるには兵士の数を増やしたりとか建設したりとか、あとはクエストクリアしたりとか、あと研究なんかだから、なんやろな、軍の HP 上げる研究したりとか、いろいろ研究できるじゃないですか。だからをしたら軍のパワーも上がるし、とりあえず兵士の数を私今増やせるだけ増やしてます。一番簡単やから。そう、研究もね、なかなかグーのパワーもらえるのでね。そうそう、今ロードモバイルっていうゲームに参加させてもらってるんです。よければ私のツイッターから飛んでいただければね。そう、めちゃめちゃおもろいですよね。朝起きてやりました。兵士増やしすぎて城燃やされないように、その時はシェルターに入れといてください。兵士をシェルターに入れといたら、シェルターに入れてる分の兵士は攻められてもなくならないので、私はすぐシェルターに入れてます。あとバリアずっと張ってますね、城の。眠たくなってきた。ごめん、こんにちは。バレンタインやね、特に何もしやへんけど。確かに難しいかも。あ、まいちゃん、なんだよ、うまーやだ、ぴょーん。今日の髪型はみんな人、急に人変わってびっくりしてんね。二重人格。はい、じゃん。間違えた。しようとした我が家の配信見てた。やだ。ヒレマングスって言われてる。召喚獣。わ、あかんわ。唇の鼻すぐ。あ、でも他のもそれやりました。なんか獣みたいな育ててます。今日の髪型どうしようかな。どうしようかな。ずっと昨日の夜から悩んでたんですよね。うん。ボブにするか、あ、違う、あのストレートにするか。朝からしゃっくり止まらないんですけど、助けてもらってもいいですか。なんで出てきた。
あら、15分になろうかな。ランキング読みしましょう。いきまーす。13位カズくんさん、ありがとうございます。12位きなおさん、ありがとうございます。11位かずみやさん、ありがとうございます。10位サーモンピンクさん、ありがとうございます。9位まちかねふくきたるさん、ありがとうございます。ウマ娘好きなんかな。8位アモンさん、ありがとうございます。7位エイジさん、ありがとうございます。6位ぬるぞうさん、ありがとうございます。5位レモンサワーさん、ありがとうございます。4位渋谷ひかるさん、ありがとうございます。3位すぎぞうさん、ありがとうございます。2位みぞっちさん、ありがとう。切れちゃった、ぴょーんもう一回。2位みぞっちさん、ありがとうございます。1位みんなの白米さん、ありがとうございます。ランキング以上です。ちゃんと聞こえたかな、全部最後まで。ごめん、途中でちょっと切れちゃった。いけたかな。 OK、 いけたっぽいね。ほなメイクしていきます。バイバーイ。